アギーレンさんによるアカペラのコーナー。このコーナー最高、最高のコーナーですよ。最高。今回もすごいハーモニーが素敵だったので今回も楽しみです。ね、綺麗な歌声ですよ、はい、今回は前回に引き続き話題のドラマ主題歌を歌っていただいております。私定時で帰りますの主題歌でスーパーフライさんのアンビシャスです。それではお聴きください。ナギーレイさんが歌うアンビシャスです。どうぞ。すれ違うスーツの濡れは夜よりだ。白い靴踏まれそうになる駅の方。うつむいて画面のリンクスケートしながら、あの人の悪い噂を拡散中。今宵も夜空に月が綺麗ですよ。さあ見上げてごらん。 Cry 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 Oh no no 今は嫌い Oh yeah でも私は生きている。簡単に手に入るほど未来は楽じゃない。心配ない Oh yeah 明日も起きようね。憧れを手放さないでね。かっこいい大人たち Oh oh oh。今回も最高だったね。ねえ、ちょっとスピード感ある曲なのにね、ああやってね、うまいというかもう気持ちいいね。気持ちいいね。聴いててめちゃくちゃ心地いいですね。ちょっとボイパやりたくなってくるね。汚いな、なんかちゃんと教えてもらった方がいい。ナギーレーンは6月28日にフジテレビ系で放送された4年ぶりに復活した全国ハモネプリーグ2019に出演しました。全国の方にナギーレーンの歌声が広がっていってますということで、いやー嬉しい。なぎれんちゃんがね、あの世に広まってくのすごいですよ。俺急に仲良かったふりしてない？いやいや、もうまあまあ仲いいです。仲いいんですか？いやでもあのツイッターもフォローしてますし。フォローバックもされたんですか？されてねえのかよ。かわいそうだからしてあげてくださいね。はい、